デフォーミノさん、さあ今回はもうサムネイルでまたやってきたなこの企画と思っている人いるんじゃないでしょうか。僕の YouTube 人気企画ルームツアーをお届けします。これまで僕のモデル業、俳優業で世界を移動するたびに撮影してきたルームツアーですけど、特に人気なのがここ香港なんですね。まあその理由はもう大体わかりますよ。家賃が高いのに部屋のクオリティがひどい、このギャップが見てると面白いんですよねきっと。まあ確かに住んでる僕もまあなんか毎日ハプニングがあって、それこそ日本では体験できないことができるので、そういう意味ではありがたい面白い経験を香港でさせてもらってるなっていう感じです。でそういう環境にも慣れてしまって、じゃあもっとすごい部屋ってあるのかなみたいな、今そういうような心境なんですね。香港に来るたびに何本か前の映像でお伝えしたバンコクから香港に来た時の様子、あの時に、まあ、少しだけ僕が今住んでいる宿のことをお話ししましたけど、今日はねもっと具体的にしっかりと話しますので、まず今住んでいるのはアパートではなくてこちらって言ってもビルだらけでどれかわかんないよね。まあ、このビルの中に埋もれてる状態になるんですけど、ホテルに住んでいます。場所はめちゃくちゃいいんですよ。香港島の一番賑やかな街のど真ん中に立っているので、買い物も便利、ご飯食べるのも便利、そして、仕事でキャスティングに行く、撮影の時スタジオに行く、まあ便利です。ではホテルの中入りましょうか。入り口はここです。初めて来た日がね、入り口が分かんなくて結構探したんだよね。外に看板とかがないので分かりづらいです。でエレベーターも2機あるんだけど行き先が違うので、右のエレベーターは9階から17階にしか止まりません。で左が1階から9階まで止まるという香港でよくあるシステムです。すべてのエレベーターが1階から最上階まで行くわけではないので、でこの泊まっているホテルの受付っていうのは2階に当たります。こっちの表記では2階を、まあ、基本的に1階っていう言い方するので、ちょっと日本から来ると感覚慣れないよね。階段周りとかやばいよ、ほら見たらっけ。でようやくこの1階に来るとホテルの看板があります。雰囲気は悪くないんですよ。多分一度改装してるんじゃないかなと思います。インターネットアゴダで予約を取ってきたんですけども、予約を取った部屋と実際にチェックインした部屋が違うというトラブルが起きて、受付で交渉をし部屋を変えてもらいました。まあ変えてもらったと言っても本来僕が予約した部屋ではなかったんですけども、もう少しマシな部屋に変えてもらいました。なのでこの後最初にチェックインした部屋をお見せします。こちらです。はい、開けたら完全に開かない扉、入るときは、まあ、カニ歩きで入ります。どうしようね。でなんで開かないかっていうと、このベッドがね扉に当たるんですよ。ほらこれが原因で開きません。でベッドはシングルより気持ち一回り大きいかなっていうぐらい、ここは80センチぐらいしか
空いてないので、スーツケースはね、このベッドの下に半分入れることによって、入るといえば入ります。出したものを整理する場所がないので、まあ基本的にここで泊まる場合はスーツケース開きっぱなしになるんじゃないかな。で、テレビもついてるし、ほんと小さい棚、ゴミ箱、トイレ。ここがシャワールームよ。すごい狭いでしょ。こんだけです。この狭さ。これまたシャワー浴びると、前回同様よ。水が多分ね、全部部屋に飛んでいく。ああ、大丈夫だ。ここはカーテンついてる。で、天井に、なんていうの?こういうファンがついてるんだけど、このファンもね、狭いから、ほら、全部カットして短くしたんだね。じゃないとこう回すと、ファンがね、壁に当たってしまうからもう、本当に寝るだけでいいっていう場合はここでいいんじゃないかな。はい。というね、入り口のドアが開かないっていう、マットレスに引っかかって、致命的だよ。ドアは開かないと意味がないよね。そういう部屋でした。まあ、それをすぐ変えてもらい、今の部屋に移っています。では、現在住んでる部屋案内します。まあ、ここが受付。冷蔵庫は共同です。住民と全員で共同で使ってます。電子レンジ、ポット、ドライヤーも共同。そして、僕の住んでる部屋はこちらです。受付の目の前、4番の部屋が今僕が住んでる部屋です。前回ノースポイントに住んでいた約 6.5 畳か7畳ぐらいだっていうあの部屋は2本しか歩けなかったんですね、部屋の中で。今回グレードアップしてます。小股で1、2、3歩。この1歩増えることの喜び、ちっせえ喜びやな。3歩歩ける素晴らしい世界観の中にですね、洗面所とテーブルとハンガーをかけられるスペース、この3つが共存してます。クローゼット、テーブル、洗面所。続いてベッドルームです。こちら今回のベッドルーム、僕気に入ってます。なんて言ったってこの鏡見てよ。壁2面を大きい鏡で囲って、なんかスポーツジムみたいだね。狭いから圧迫感はあるんだけど、その嫌な気持ちにさせない圧迫感、和らげるという意味ではこの鏡の効果がものすごくあります。で、ベッドのマットレスがね、これは100点です。ものすごく分厚いマットレスを使ってるので、全く今回は腰が痛いとかそういうことはなかったです。香港で住んだ家の中で1位、2位を争うぐらいいいマットレスです。ただね、これは香港のもう常識なのかな?どうしてもマットレスの長さが足りないんですよ。前も説明したと思いますが、僕は身長180センチで、このマットレス横になると、どうしても足、頭が当たるんですね。180センチでギリギリ、ちょうど寝れる。それ以上背の高い人は、相当辛いんじゃないかなと思います。だから僕も今回、何度も夜中この、枕元の壁に頭をぶつけて目を覚ますことがあったんで、まあ唯一それぐらいかな、このベッドに文句をつけようと思ったら。まあ香港って隙間だらけなので、アリだったり、まあ、虫がね、いろいろ入ってくることは日常茶飯事なんですが、今回僕もこれ人生初めてです。アリの中でも口にものすごい牙を持ったアリが夜中足を噛まれたんですよ。次の日に、まあひどい足の腫れ具合で、痒いし、痛いし、まあそういうことが一晩だけありました。で、もうベッドの上にそのアリを歩いてるのを発見したので、すぐ、駆除して、
それ以降はもう噛まれることがないですけども、まあでもこの情報を入れると、このホテル泊まりたくないって思うかもしれないね。まあでも本当稀だと思います。普通の可愛らしいアリンコたちはもう毎日一緒に生活しているので、彼らは別に害がないので仲良く一緒に暮らしてます。部屋が狭いからこのプロペラをカットしてるんじゃないかって話したんですけど、カットしてるんじゃなくて、香港の家に住宅事情に合わせて短く作られたこういうデザインのプロペラっていうことがこの部屋に来て分かりました。では最後、お風呂場、トイレ紹介しましょう。トイレと、でこっちがシャワールーム。香港のシャワーにクレームが一つあります。お湯の出る時間が短い。これなんでなんすか、なんすかってごめん、タメ口になってしまった。なんで香港のお湯こんな出が悪いんですかね。この部屋に関してはお湯を回して長くて4分持つかなぐらいなんですよ。それ以降はもう水に変わるので、毎回シャワー浴びるとき時間との勝負。このホテルで泊まって一番、まあ、驚いたプラス面白いなと思ったことがあります。部屋に入って水回りを確認し、ちょっと目線を上に上げたときにこういったものが目に留まったんですよ。まあ、これはわかりますよ、トイレットペーパーだからね。これツルツルとした紙のような、前住んでた人の忘れ物かな。もしくは香港って湿気がひどいので乾燥剤、その湿気を取るための何かかな。ここでクイズです。これの中に何が入ってると思いますか。この袋です。重さ的にはめっちゃくちゃ軽いです。では正解発表いきます。中身は紙タオル。そういえばこの部屋にバスタオルがないなって後で気づいたんですが、これがバスタオル代わりで用意されていたんですよね。紙タオルって使うの僕人生で初だし、触ったこともなかったので最初は動揺しました。こんなんで体拭けんのって。でいざ使ってみると全然ダメ。吸収率悪いわ、肌触りも悪いし、顔拭いた後に顔にいっぱい髪がつくんですね。この髪ね、拭いても拭いてもなんか体についてるし、面白い体験でしたけど、これは好きになれませんでした。この紙タオルを香港で採用している理由は乾きやすいってことじゃないかなって思います。これが嫌だったので僕は綿のタオルを買ってきて使ってますけど、まあやっぱり乾かないんですよ、なかなか。その点これは干しておくと半日もすればカラッカラになるので、まあ、また再利用できる。で意外と丈夫なので最大で、3日間ぐらい使っても破れなかったかな。まあ、前半の頃はこの紙タオルで生活してました。このルームツアーで皆さんが一番気になるのは家賃だと思います。まずこの部屋のサイズは過去で一番狭いです。 5.5 か6畳、このサイズで1泊4100円から4500円、まあ為替によって変わるんですけども、そのぐらいの値段で僕は泊まっています。特に香港でのルームツアーをお届けすると、なんでそんなひどいとこにわざわざ行くのっていうか、まあそういうようなニュアンスのコメントが、メッセージが寄せられたことがあるんですが、僕らのこの芸能の仕事っていうのは給料制ではないので、仕事が取れなかった時にはもう何も残らない。飛行機代、アパート代、食事代っていうものは事務所もカバーしないですから、全て自分の責任で自分のお金で賄うんですけども、そう考えた時に、まあ、少しでも利益を多く出すためには家にかかる費用とか
生活にかかる費用をどうしても削らないといけないので、日本人モデルだけではなくどの国から来るモデルさんも同じような生活をしています。何でも物事ね、悪く言おうと思えばいくらでも悪く言えるんですけど、まあ、そういうものをどう楽しんで生活するかっていう方が僕は重要だと思うので、これから香港に旅行に来る人、香港で生活を始める人、ぜひ参考にしてください。ちなみにこのホテルはホテルだけども何年間も住み続けているっていう人もいるっておっしゃってました。今回の香港滞在は短いので、もう間もなくしたらこの部屋を出るんですが、また次回ね、香港に戻ってきたら同じくルームツアーという動画を作りますので、その時まで楽しみにしていてください。では皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。